ペーパルブルは、イギリスの競争馬である。2004年、セリーチへ上場され、10万ギニーで、クールモアグループ3名の所有となる。2005年、9月にニューマーケット競馬場で行われた、条件戦でデビューし4着。続く、ソールズベリー競馬場での未勝利戦は2着。そして10月に、レスター競馬場で行われた、未勝利戦を1番人気で制し、初勝利を挙げた。 2006年4月にニューマーケット競馬場で行われたハンデ戦で勝利し、5月に重賞初出走となるチェスターベースに出走し、1番人気で重賞初挑戦で初勝利を挙げた。そしてダービーステークスに出走するが17番人気で10着という結果に終わった。続くアスコット競馬場で行われたキングエドワード7世ステークスでは、 同年秋にブリーダーズカップターフを制すことになるレッドロックスを首差で重傷2勝目を挙げた。しかし次のグレートボルティジュールステークスは一番人気に押されるも8着という結果に終わった。初の遠征となるフランスでのニエル賞はレールリンクに敗れ5着だった。2007年5月のジョッキークラブステークスから主導したが4着、続くブリガディア・ジェラードステークスは5着だったが、 その後のプリンセス・オブ・ウェールズ・ステークスを制し、久々に勝利を挙げた。そして8月にジェフリー・フリーア・ステークスも制し、9月21日にアーク・トライアルに出走したが3着だった。その後、第27回ジャパンカップに予備登録を行い招待を受諾し、11月15日に同じくイギリスから同レースに挑むハリカナサスと同じ便で成田空港に到着し、 JR a 競馬学校に移動し輸入権益を受け、11月19日にはゲート試験に合格した。11月21日に東京競馬場へ移動した。そして迎えたジャパンカップではこの年の外国馬祭先着となる7着という結果だった。2008年休養中に馬主がイギリスのグーリー・パチェットとアイルランドのデイビッド・スタックが立ち上げた馬主組織である ペーパルブルシンジケートに変更され、6月のコロネーションカップから始動したが4着、続くプリンセス・オブ・ウェールズ・ステークスとキング・ジョージ6世、アンド・クイーン・エリザベス・ステークスでは共に2着だった。8月にはドイツに初遠征し、ラインラント・ポカルに出走したが3着だった。しかし、後日1着場のオリエンタル・タイガーが、薬物仕様のより失格となり2着に繰り上げとなった。 そして10月5日の第87回外線門賞に出走したが12着に終わった。外線門賞後は前年に続き予備登録を行っていたジャパンカップへの招待を受諾し11月20日に同じくイギリスから同レースに挑むシックスティーズアイコンとパープルムーンと同じ便で成田空港に到着し JR 駅競馬学校に移動し輸入検疫を受けた。 そして、11月30日の第28回ジャパンカップに出走したが、いいところなく14着に敗れた。このレースを最後に現役を引退した。2009年からアイルランドで種ボバ入りした。距離はメートル、筋量はキログラムに換算。ありがとうございます。